では続いて幹事社質問に入らせていただきます。NPT についてお伺いします。 NPT 拡散防止条約の再検討会議についてですが、新型コロナの影響で延期が繰り返されてきました。今月に入って今年8月1日から26日まで国連本部で開催がすることが決まったとの発表がありましたが、以前から参加の意思を示されてきた湯崎知事が、改めて参加の意思があるかどうか、その辺のことについて伺わせてください。またプーチン大統領が、核戦力を念頭に抑止力を特別警戒態勢に引き上げるよう命じるなど、国際社会で緊張感が高まる中、NPT 再検討会議が果たす役割についてどのように考えているのかも併せて伺わせてください。はい、ご承知の通り、NPT 運用検討会議はですね、2020年4月当初予定されていて、それが2年間にわたって延期されているわけですけれども、これは新型コロナの感染拡大というのもあって、やむを得ないということだとは思いますけれども、核兵器廃絶への思いというのも一日でも早くですね、この会議を通じて世界に届けたいという希望者の皆様の思いを考えますと、非常に残念なことであります。そうなんですが、やはり踏み込んだ議論が必要だということで、そのためには対面で会議を行うことが必要だということで、今回8月の開催ということになったものと理解をしています。本件としてもこのことはですね、歓迎をした上で、国連をはじめとする関係者の皆様の努力に敬意を表したいと思いますけれども、この NPT の運用検討会議、まさにこう対面を行うということはですね、各国の核政策を担うリーダーであるとか、政策担当者が一堂に会する場でありまして、核兵器廃絶の目標の合意に向けたこの機運を醸成していくための貴重な機会だというふうに捉えています。そういったことを踏まえるとですね、やはり可能であれば県としてぜひ参加をして、広島イニシアティブの発信を含めてですね、取り組んでいきたいと考えています。一方でコロナの影響で渡航制限であるとか、あるいは、今回もともとですね、年初に予定されている時には、参加者の数の制限というのがですね、あったわけなので、そういうさまざまな制約で参加ができない状況というのも想定はされますので、引き続き情報収集を行った上で参加の時というのは見極めていきたいというふうに考えています。でロシアのウクライナ侵攻との関係について言いますと、これはまさにですね、この軍事侵攻によって国際社会というのは大きな危機に、直面していると思っております。特にロシア大統領であるとか外務大臣がですね、核に関する、言動というのが我々としては許容できないような内容で、されているわけでありまして、世界中の人々にも大きな不安であるとか恐怖を引き起こしているというふうに思っています。そういう意味では核廃絶に向けて、かつてないほど厳しい時代になっていると思っています。この度の侵攻契機にですね、核兵器の存在そのものがやはり大きな脅威であるということが現実として突きつけられているというふうに感じていますので、こういった状況下にあるからこそですね、 NPT 運用会議においてこの各国政府は合意文書の採択で、もちろん中身としてはですね、核文書に向けて大きく前進するような、そういう内容で、合意できるように一致協力して取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございます。この件について質問がある者はお願いします。幹事社 NHK です。この期間は8月6日とも重なる可能性がありますが、その辺で参加の可否に影響することはあるでしょうか。もちろん8月6日にはですね、広島に、いなければなりませんので、日程的なですね、制約というのはあろうかと思っています。
ありがとうございます。よろしいでしょうか。では一般質問に移ります。他に質問がある者はお願いします。共同通信の平藤です。よろしくお願いします。ロシアの軍事侵攻に関連してですね、自民党内、またその他一部の野党では核共有というふうな議論も出始めて、まあ、しばらく経ちます。で岸田さんは、政府では、議論はしません。ただ、まあ、自民の中での議論は容認しますというふうな構えですが、まずこの核共有の議論について知事はどのように捉えていらっしゃるでしょうか。そうですね、まず前提としてはですね、核共有というのはこの非核三原則と相容れないものでありまして、でこれは非核三原則というのは我が国の国税でありますから、容認できないものだというふうにまず考えています。背景にはですね、いろんな安全保障に関する国民の不安の高まりであるとか、これを機にですね、もともとその核保有について議論したいことなんですね。これを機にこの問題提起をしているんじゃないかというふうに思いますけれども、そもそもまずですね、この非核三原則というのは、人類史上初の原子爆弾の惨禍をですね、経験した、広島として、また日本としてもですね、絶対に守るべきであるものだというふうに思っておりますし、このよくその、これはまたリアリスト対リス理想論というかですね、原子主義と理想主義みたいな形で言われますけど、これは私従来から言っているように、現実的に物事を見た時にですね、その核兵器の使用っていうことはこれは現実として、それがどうなるかっていう結果も現実として、我々は分かっているわけですよね。広島と長崎にとって、でその核抑止っていうのはこれは観念のものでしかないんですよ。これ現実じゃないんですよ。観念上成り立っているっていうことでしかないので、で、今回のプーチン大統領の言動にも現れているようにですね、何しろ我々が切迫して感じるように、本当にですね、核兵器国の全てのリーダーが今後何世代になるのか分かりませんけれども、今後永遠にですね、核兵器国のリーダーっていうのがもう本当に使わないという保証があるのかと、これロシアのような強権国だけだと思われるかもしれませんけど、それ以外のところでも、恐れがあるじゃないかということはむしろ明確じゃないかと思うんですね。その現実を考えると、現実リアリストとして言うと、これは廃絶しない限りですね、使われる可能性というのが、消すことはできない。つまり、抑止論というのはあくまでも可能的なものなので、それはいくらでも現実、物理的に核兵器が存在しているわけですね。現実としてですね、それが使われないという保証はないので、そこをこう使えないということを保証するのはですね、やはり廃絶しかないんだというふうに思います。そういう意味でですね、そこをその現実をしっかりと見て、核兵器の問題というのに取り組まなければいけないんじゃないかなというふうに思いますし、それについては粘り強く訴えていきたいと思っています。承知しました。